一橋大学、東京という立地も最高だし、学べることも超一級品。傾向の変化が激しい大学です。一橋の数学、バチクソ難しいです。逆転合格90日プログラム、合格実績達成。内容紹介動画をチェック。どうも、篠原です。今回は、一橋大学ガチ対策動画ということで、一橋大学のガチ対策の話をしたいと思います。一橋大学、まずは歴史を見ていきましょう。1884年に東京商業学校という学校があったわけですね。これが一橋大学の元となっている学校になります。さらに遡ったりだとか、その後まあいろいろ名前が変わったりだとか、いろいろあるんですが、結局今の一橋大学という名前に落ち着きました。この一橋大学、どこにあるんだと。もちろん東京商業学校なんで東京にあります。国立市というところにあるんですね。国立市って言われてもどこやねんというふうに思うかもしれませんが、東京っていうといわゆる23区があります。でこの23区がガンガンに栄えてるところ、そっから外れたところにあるわけなんですね。なので一橋大学は東京にある国立大学なんだけれども、ちょっと外れたところにある、ある意味腰を据えて勉強できるというか、何よりもともとビジネスの大学なんで、ビジネス、お金を儲けるということに関して勉強したい人にはもううってつけと。東京という立地も最高だし、学べることも超一級品。さらになんですが、ビジネスの大学ですから非常に時代の流れに繊細、ビビッドに動くというところがあります。2023年にソーシャルデータサイエンス学部という学部を設置予定。一橋って学部すごい少ないんですよ。商学部、経済学部、法学部、社会学部しかないところにソーシャルデータサイエンス学部を設置と。いわゆるビッグデータってやつですよね。ビッグデータってやつを扱うような学部を新たに作るということで、非常にこう時代の流れに敏感に、これからの時代はビッグデータやっていうことでやっていったりとか、非常に素晴らしい大学ですね。ただですね、これよりも何よりも個人的に一橋ええなって思うところ、校章です。かっこよくない？一橋の校章かっこいいよね。ちなみに校章の由来はですね、ローマ神話から取ってるんですよ。まさに温故知新って感じしませんか？ローマ神話からも学びを得るし、新しい時代の流れにもビビッドに反応していって、そこも学んでいこうっていう素晴らしい大学ですよね。そんな一橋大学なんですが、当然名門です。非常に難しい大学ですし、やらないといけないことも多いので、この動画を見ていただいて、こういう傾向なのか、でこういう対策をするべきなんだなってことを学んでください。さあ英語からいきましょう。英語なんですが、一橋大学、傾向の変化が激しい大学です。実は長調文はそれまで出てなかったんですが、最近出るようになったんですね。3年前かなから出るようになったりだとか、ちょっと前までは文法問題を出したりですとか、ビジネスの大学で時代の変化にこうビビッドに反応していくっていう話をしましたが、受験生に問いたいこともその状況状況に応じて形式的なところは結構変えてるんですね。ただし問うてることは一つです。社会人として通用するような英語能力、単身アメリカに渡ってやっていくことができそうな人間かどうかということを聞いてるわけです。とりあえずですね、近年の傾向で言うと、大問1は長調文で、大問2が英作文、大問3がリスニングというところになります。長調文なんですが、これクソ長いです。1500語ぐらいということで、むちゃくちゃ長いです。正直1500語以上の英語長文を出す大学っていうのはそんなにないので、やっぱ一橋の長調文に対する意識というのは非常に強いなと思います。英字新聞とかを読めるようになってくださいねということを意識してるんだろうなと思いますが、それにしてもやっぱり1500語受験生に読ます、しかもですね、記述形式で答えを書けという問題も多いんですね。なのでまずは長文、速読力もいるし、正確な和訳力もいるし、語彙力も当然必要だし、テーマも結構社会科学系の難しめのやつが出ますので、それ知ってないといけないと。前までは長文が2つあったので、片方のテーマが全然読めなくても、もう1つの方で稼ぐとかね、そういうことがある程度許されたんですが、それができなくなっちゃったんで、もう1個の長文ちゃんと読み取っていくという能力が必要になってきます。これは非常に大変ですね。2つ目が英作文なんですが、自由英作が出ます。で、一橋の自由英作は非常に傾向が特殊です。大体の傾向で言うと、3つテーマが与えられて、その3つの中から自分が書けそうなやつ、1番書けそうだと思ったら1番のテーマ、2番書けそうだと思ったら2番のテーマ、3番書けそうだと思ったらそれを書けというような感じで、大体まあ125前後の英作文が出るんですが、イラストを出してくるんですよ。このイラストを見て、お前の意見を書けと言ってくるんですね。絵に対して印象なんかないでしょ、大喜利じゃないんだからみたいな感じの問題を出してくる。書かないといけないことはどういうことかというと、描写力ですね。この絵で何が巻き起こってるかの描写をしないといけないっていうのもそうなんですが、もう一個、その絵からどういうことを僕は読み取りましたっていう創作能力みたいなことを問うてます。創作力っていうのが結構難しくて、これまで指導経験いろんな人を教えてきましたが、できる人はできるんですよ。ただですね、できない人は結構これ苦労するし、教える側としてもなんでそのストーリーを思いついたかって言われても、ってことがあったりとかするんですよね。なのでちょっと正直教えにくいというところもあります。ちょっとこれがね、苦手という人も多いかな。で、あとは普通の英作文も出ることがあるんですが、
がちょっとビジネス寄りです。例えば過去出た例でと航空会社に乗りましたと、そしたら航空会社が輸送中にバッグを壊しました、でそれに対するクレームのメールをかけみたいな英作だとか、海外に行ってバンバン航空会社にも文句言うし、取引先ともいろいろやっていくと、英字新聞読んで時代の流れも踏まえてみたいなことをガンガンできる、グローバルに活躍できるビジネスマンを育成しようっていうのがもうひしひしと読み取れるわけです。そして3つ目がリスニングということで、リスニング一応2回読んでくれます、2回読んでくれますが、これが長い、クソ長いということになります。一つ橋のリスニング対応しようと思ったら、リスニングに集中するっていう力、ちゃんと集中して聞かないといけないところをちゃんと聞くんだっていう能力も必要ですし、最後まで集中力途切れず聞くっていうところも必要だし、ディクテーションが出ることもあれば記号問題が出ることもあってみたいな感じでコロコロ変わるんですよ。だからいろんな問題に対して対応力みたいなのが要求される、そんな傾向ですね。ただ全体として言いたいことはたった一つです。グローバルに戦っていけるような人材になってくださいねと。英字新聞だって読めますと、自分で自分の意見を英語でベラベラ喋ることもできますと、リスニングになったらもう長い英語でもちゃんと聞けますよと。だからある意味プレゼントとかね、そういうのもちゃんと聞けますよ、演説とかもちゃんと聞けますよ、駅に行ってその駅のナレーションとか全部バッチリ聞けますよっていうような人材を育成しようとしてるんだなということがわかります。リスニングに関してはこれはもう先読みが必須ですね。早く長文読み終えて先読みして選択肢でなんとなくこういう流れだなっていうのが分かってないと無理ですね。さらに近年まで文法問題を出してました、最近出さなくなりました、出さなくなったんですが、英語長文の中に文法的な知識っていうものを一応こう紛れ込ませるみたいなことをやってくるので、文法に対する知識というものがないとちょっと一つ橋は戦えないかな。文法問題のところで落としてるようでは他で挽回はちょっと厳しいので、文法に対する知識暗記量っていうのはそれなりに要求してくるかなと思います。ある意味早稲田とか慶応とかそういう私立大学と併願して受けるにはいい練習になるというか、だから一つ橋の本命で早稲田慶応滑り止めっていうのは比較的やりやすいんじゃないかな。数学いきましょう。数学なんですが、一つ橋の数学は120分で大問が5個出ます。これ有名だから知ってると思うんですけど、一つ橋の数学バチクソ難しいです。超難しいんですが、近年マシになりました。昔はですね、本当にもう突き放すような問題だったんですよ。10年前ぐらいは文系にこんなんやらすかみたいな、まあそういうやべえ問題だったんですが、最近は全体的にマシになったというか、発想力のところは相当楽になったなっていう印象です。きついけれどもマシです。頑張ったらできるんじゃないかなと思います。ただしどれもですね、このきついことには変わりません。正直文系に要求する発想力の段階ではないですし、計算も論証も結構きつめなんですが、ただ一つ橋はですね、数学に自信がある人じゃないと受けないので、数学に自信があるんだったら一つ橋受けてくださいねと。大体ですが3巻あるいは基本的には2巻2半をしていくような感じで勉強していきましょう。整数、微積、確率、ベクトルという分野、いろんな大学でよく出るところですが、正直この整数、微積、確率、ベクトルがしっかりできればもう5問中3問ぐらいは取れるはずなので、これをしっかり固めた上で他の分野、図形と方程式ですとか数列ですとか、こういうところを取れるようにしていくっていう必要があるかなと思います。特にですね、一つ橋っていうのは工学部とか経済学部とか商学部とかいろんなまあ学部があるんですけれども、学部ごとの配点の差っていうのは結構違うんですね。特に経済学部と商学部では数学から逃げることはできません。結構数学で点を稼げるという人は経済賞を受けた方がいいかなと思うんですが、ちょっと正直数学苦手なんだよね、英語とかそっちでカバーしたいんだよねっていう人は正直経済賞は無理ですね。数学で取れないとまあちょっと厳しいかなと思うし、そもそも数学できないんだったら一つ橋は無理です。数学でしっかり取らないとちょっと厳しいですね。英語で挽回は無理かな。そういうレベルの大学ですね。国語いきましょう。大問は3つです。現代文と擬古文と現代文、試験時間は100分ということで、大問3つの割に時間はまあくれますよと。現代文に関して特徴的なのが論述問題が出るんですけれども、文字数が非常に少ないという特徴があります。なのでそんなに字数をガンガン書かせるっていうような大学ではありません。ノリとしては東大が近いですね。大問さんは要約が出ます。で、要約問題なんですが、これも東大の大問1に近いので、一つ橋を受けようっていう場合、東大の大問1で練習にしてもいいんじゃないかなと思います。大問に擬古文って何やねんと思うかもしれませんが、擬古文は漢文の書き下し文と思っておいてください。この擬古文出す大学一つ橋ぐらいしかありません。ちょっと対策がめんどくさい、つまり一つ橋でしか出さないので過去問以外やることがない。一応言うと、はるか昔15年ぐらい前ですかね、京大では出てました。なんで大問2対策として京大の古い古い昔の過去問をやって擬古文対策をやるっていうのも悪くはないかなと思います。なので大問1と大問3対策としては、まあ、もちろん過去問もやってほしいんですが、東大の大問1がいいかなと。大問には古い京大の過去問がいいかなと。ただですね、2022年は古文が出たんですよみたいな感じで、一つ橋って厄介なのが、普段は擬古文擬古文擬古文ときていきなり古文みたいなね、フェイントみたいなことをやってくるというか、いきなり騙し打ちみたいなことをやってくるんですよ。そうい
る大学と思っといてください。これは一橋からのメッセージで、僕らは大体こういうことを聞きたいんだけど、じゃあ普通の大学で聞かれてるような古文とか漢文の知識いらんと思ってるわけじゃないんだよと、急に違ったことを聞いてくるっていう厄介な大学ですね。唯一救いがあるのは英語かなり大変です。数学めちゃくちゃ大変です。ただ国語は簡単です。一橋大学のレベルにしては、これでいいのっていうようなレベルの楽勝と言っていいんじゃないかな。これらが難しすぎるんですけど、国語に関してはできてよっていうレベル。古文はコンプテストでも対策すると思いますし、現代文とかね、古代とかで対策もできるんで、やっていけば国語は取れるんじゃないですか。ただ、言い換えの能力っていうのがちょっと必要になってきて、回答欄が狭いので、その狭い中にこうギュッギュッと答案を押し込めるためには、ちょっとね、表現を変えていかないといけないというところがあります。で、その能力を身につけるためには、やっぱり添削を受ける必要があるので、英語もそうだし、僕もそうなんだけど、一橋はちょっと添削なしでは受からない大学ですね。ここまで喋った中で、同じビジネス系の大学である神戸大学と比較してみると、結構対照的だなというのがわかります。神戸大学はですね、英語比較的簡単です。数学むちゃくちゃ簡単です。ただ国語は難しいんですね。国語に関しては論書をかなり出してくる、いろいろ書けと言ってくる、古文も出す、漢文も出すっていう感じで、国語結構厳しい。代わりに英語とか数学は比較的抑えめですよという大学の傾向です。それとはもう真逆ですね。英語ゴリゴリ、数学ゴリゴリだけど国語は結構簡単っていうような感じの傾向。これは同じビジネスの中でも、神戸大学っていうのはもともと貿易を盛んにやってくるところなんで、貿易をしていく中でちゃんと手続きできる人っていう、カチッとしてる人というか、ミスらない人ね。一橋はどちらかっていうと、海外でバリバリやっていきながら数学的な発想センスでもって道を切り開くというようなタイプを要求してるのかなと思います。その代わり日本はまあまあでいいですよ。日本語できる人はいっぱいいるから、もうそれはその人に任せて、俺は海外で自分の道を切り開くんだというタイプを育成してるんだなというふうに感じます。で、なんですよ、一橋もう一個でっかいでっかい爆弾があります。社会なんですね。一橋は社会、日本で一番難しいです。日本で一番社会難しい大学、東大じゃありません、早稲田慶応じゃありません、京大じゃありません、ここなんです。一橋なんですね。一橋の社会めちゃくちゃ難しいので、これはこれで一本別の動画にしました。こちら明日この動画投稿するんで、ぜひ一橋受ける人これ見ておいてください。この動画の中でこの社会の論述の話すると超長くなっちゃうんで、この動画の方で一橋の論述対策の社会の勉強法とかね、そういうのを見てもらえたらなと思います。ということで、一橋合格勉強法でした。こちら僕の生徒一橋受かってるんですが、やっぱりねここなんですよ。数学ができればかなり有利に進むんですが、数学できないと終わりっていうような大学の傾向です。なので一橋をこれから受けよう、受かろうっていう人は数学ね、これをしっかりやっていくっていうことを意識しておいてください。そして本気で一橋狙う人はこちらね、僕の方で無料電話相談やっています。この無料電話相談ではこちら、このカルテ作成をする中で、一橋に受かるためにどういう勉強をするべきだっていう勉強の方針を立案しています。本気で一橋を狙いたいっていう人はこの無料電話相談、今すぐ申し込んでください。スタンプ送ってくれたらそこから予約制でやっています。ということで、一橋合格勉強法でした。明日の動画も楽しみにしておいてください。今回のはこれで以上です。ご視聴お疲れ様でした。